おはようございます。フェイスエンディングリッシュ英語コーチの中尾正弘です。これから朝のビジネス英語勉強会横浜へ向かうところです。1月の第2週なんですけれども、横浜の月曜日と金曜日のクラスは満員になってしまいました。月曜日と金曜日ともに1名お試しの方がまだいらっしゃいますので、その方がキャンセルされることもありますので、もしかしたら1名枠が空くかもしれませんし、その次のキーがですね、また3ヶ月、再来週ぐらいから始まりますので、その時に更新の際にもしかしたらもう少し空くかもしれませんので、キャンセル待ちですとかお問い合わせなどございましたら、ご連絡いただければと思います。さて、今日のテーマはですね、あるアプリケーション、シリコンバレー初のアプリなんですけれども、携帯を使ったアプリで今のところ、iPhone でしか使えないんですけれども、目の見えない人のために、目の見える人がいろいろなことを、スマートフォンのカメラを使って、伝えるというアプリですね。で、それはですね、全くマーケティング宣伝などを一切やっていないにもかかわらず、すでに2万4000人の目の見えない方が登録されて、なおかつ30万人の目の見える方が登録しているという形で一気に広まっているのではないかと思います。日本でもですね、その記事が、ある、そうですね、IT 系の雑誌などに載っていたりとか、オンラインでも結構ありますので、一度見ていただければと思います。名前はですね、 Be My Eyes と言います。そういった普段の自分たちが使う、気軽に使えるアプリだったり携帯が何か人のためになったり、人の助けになれるということで、あっという間にこう広がりやすくて、こうバイラルになりやすい、人の噂にもなりやすいっていうところもあるのかもしれません。あとはそうですね、本当1日数分で誰かのこう助けになれるということは、みんなの、そうですね、皆さんのこう逆に自分たちが誰かに手伝ったり協力することで、自分のこう気持ちが軽くなったり、嬉しくなったりっていうところもあるのかもしれません。あとはですね、日本人の英語の学習者の方とかにも、意外といいのではないかと思います。実際の自分が今持っている英語能力、力を使って海外の人とその場でやり取りできるということは面白いのではないかと思いますので、もしそういった両方の面から挑戦してみたい方、やってみたい方はぜひ、アプリをダウンロードして、やってみていただければと思います。そこでそういった、アプリケーションがいかに今後生活に役立っていくのか、もっと他の可能性のあるアプリケーションを考えるとしたらどういったものか、アプリ開発者の方、いろいろたくさん個人でもいらっしゃいますけれども、普通の人たちのアイデア、職業であったり趣味であったり生活環境の違う人たちのアイデアというのは意外と役に立ったりしますので、その辺のところをざっくばらんに聞いていきたいと思います。それから今日はですね、弁護士事務所で働いていらっしゃる方が、年末からお申し込みをいただいていたんですけども、やっと、順番待ちが回ってまいりまして、1月今日から、参加される予定ですので、どういった方か、そしてどういった知識を持ち、経験を持ちかということも含めて、どんどん、皆さんと一緒にディスカッションをしていきたいと思います。それでは、今年はまだ始まったがんばかりですので、あまり根を詰めすぎず、無理をしすぎず、なおかつ、マイペースで進めていっていただければと思います。それでは今週も頑張っていきましょう。